ヒラーの方が、ちょっと必要なパークあるの。サバイバーは大体もうぶっちゃけ初期キャラに固まってっからね。使うパーク。もう悲しいお知らせぐらいのレベル。このキャラの方、重要なパークっていっぱいあるっていう。の方に、初期キャラだと多分、限定されちゃうからね。この人、元々の初期。ミムとか、モレルとか、チェイクとか。そうですね。おしゃれになった。スキンは全然無視してたけど。そうするとね、メグとかね、使う気がないっていう。もうあのままの状態だとね、使う気なかったからね。で、これふと見られたらこれで、なんかみんなこれ着てるからね、あれ？と思って調べたらこれ、なんかで撮ってたっていう。普通に撮っていたってことが判明した。った方がいいのかな。文化もったいないんだよね。あ、もったいねえ。比較するか。なんだっけ、この音。ああ、メネシスか。聞いたことはある、だなぁと思って。まあ、残り1台でもいいから、まあ、接戦のゲームをしないとまず無理よ。金以上は。よっぽど何かに特化するとか。痛いはセーフティールじゃないからね。これ、痛いでもセーフティールじゃないよ、全然。ダムペットバイ。ラブされたら崩壊すっからね。レベルも今2段階になってるっていう。状態になってる。これのスキルチェックが当然のことで外れる。ここ一番じゃないと思う。アドレナリンが多分体内の脳内、あ、体内のアドレナリンが、体内を駆け巡っている時の、よくまずいんだ。いや、こんなもんよ。何してんのここでよ。いやーもうさ、何してんだろうって思うわ。全くもって意味ねえしよ。俺狙われてるしさ。なんであそこで隠れてるやついんの、まず。ああいう逃げ隠れしてるやついんの。そう、おかげで発電機回せねえっていう。マジであそこで隠れてるやつの気が知れねえんだけど、何のためにあそこに隠れてるの、まず。
もうここは多分ここで回るしかない。当て直してからじゃないとレベルが高すぎるけどもう仕方がない。あそこのところ俺が回しきってないところは回せればまだ光はあるか。箱取りてえのやめようだけど、どうなの、ここで、ここじゃない違うとこ、ここに、ここの発電機あったよな。うん、まだ光はある。エイダのやつはやばいやつ、自分の身の安全ばっかり考えるタイプだろ。あんなところにいるやついるわけないもん。あんな、なんであそこにいんのってレベルの。追われてたの下で。紛らわしいわ、追われてるとしても。で、ソーマはトーテムをむしろ落としてる。とんでもないよね。ニコラス・ケイジの時間使ってんだから、感謝して発電機回せっつうの。マジで疲れるわ。感謝してやれっつうの、プレイを。残り1台で勝てると思ってんだよ、これ。ムカつくよ。その時間を使って、自由な時間を与えられてるだけで、うわ、やばい。その時間を使ってるだけだよ。無理をしてもここ半分ぐらい回さないと。キャプションぐらいあんのかな。足とかつけると思うけど、何も考えてなかったら本当に分かんない。キャプションしてるわ。あ、バカ来た。やばい。なんだこれ。やばい。本当によ、これ何なんだこのゾンビよ。ケージがまともだろ、やっぱり。うん、まとも。負傷で発電機回してる。ニコラス・ケージが一番使える。うん。エイダとか自分の身の安全ばっかり考えるやつ。トーマはトーテム壊すやつ。ほんとろくでもないよ。発電機回してから来いって話だよ。救助に来てるやつって。救助に回さないときどうすんだってレベルだよ。から言わず。一番ずる賢いのはスネ夫みたいなのがエイダ。本当のエイダがそんなタイプだったら嫌われんだろう、全世界のあれファンから。全世界の謎の東洋のスパイがスネ夫みたいな感じだったらさ、ドラえもんのさ
昨日みたいな感じだったかな。どういと思われねえだろ、プレイヤーが。おそらく知らないよ、俺も。ベイダーのストーリー知らないから。昨日みたいなタイプだったら。あれと、違う。バレんの。ほら、一番ほら、エイダって、あの、元気なのに、あの、あれもあげないでしょ？まあ、やっとあげ出したけど。勝ちね、このチームの。いやーもうほんとこういうの増えてるよね。最後までやらないで切断するの。どこまであのあれなんだろう。金はでも突破したからいいか。まあ勝ちね、僕らの。ほんとこういうの増えてるよね、切断するやつ。ほんと最後までやれって話で。これ切断してないんだよ、もがいてるだけだから。うん、切断するこういうの増えてるね。うん、まあ勝ったからいいか。まあ危なかったね、勝ちました。ほんとこういうの増えてるよね。